米子大幕府は、長野県須坂市米子にある滝。日本の滝百選の一つ。東ずや山のカルデラを北に切る谷口を落ちる、権ン滝と不動滝という二つの滝からなる。外林山の内西側の猫岳北東六の標高1500メートル付近は、急峻な岩崖が囲むように続いており、ここを、カルデラ内の雨水を集めた米子ゴ側の支流が下って、滝となっている。いずれも、 直爆で、落差は、権ン滝が82メートル、不動滝が89メートルある。これだけの落差の滝が2つ並ぶというのは、日本国内において珍しい。両滝の水は、周辺の渓流を合流させ、須坂市内を北西へと流れ、菊間川に注ぐ。2つの滝は、米子不動村の御神体であり、不動滝は、別名、白流の滝、権ン滝は、 別名、国流の滝、二つを総称して、総流の滝という名もある。空撮上新越自動車道、須坂長野東インターチェンジから国道403号、国道406号などを経由して、約40分で無料駐車場に至る。大爆府周辺には一周約1時間半の遊歩道が整備されている。駐車場から約900メートル、 滝から流れ出した川の対岸に旧米子鉱山の交際堆積場跡地に作られた公園がある。ここより眺望できる両滝は絶景である。ありがとうございます。